光の森駅は、熊本県熊本市北区武蔵川丘9丁目にある、九州旅客鉄道法比本線の駅である。駅は、熊本市と菊池郡菊陽町のほぼ境に位置しており、敷地の一部が菊陽町にかかっている。2011年3月11日までは、法比本線に乗り入れる特急、有明の大半が当駅で折り返していた。島式ホーム一面二線を有する地上駅。 京城駅舎にはエレベーターや多目的トイレも設置されている。JR 九州鉄道営業が駅業務を行う業務委託駅。緑の窓口が設置されている。2012年12月1日より守護課が利用可能となったが、当駅には普通の乗車券、定期券向けの自動改札機の設置は行われず、IC の読み取り機のみ設置している。 2019年3月改正2020年度の1日平均乗車人員は2018人である。熊本県の鉄道駅で5番目に多い。各年度の乗車人員は下表の通り。北口側は光の森団地、南口側は住宅街が広がっている。このほか北口駅前からは総合運動公園でロアッソ熊本田公式戦が行われるときは、 光の森駅で乗り換える観戦客のために、北口の臨時バス停を始発とする臨時バスが運行される。駅名は隣接する光の森団地に由来する。なお、光の森の名称は一般公募によって選ばれている。開業に伴い、それまで主に水前寺駅、武蔵塚駅発着であった特急、有明は大半が当駅発着となった。これに伴い、 武蔵塚駅までが有効範囲だった熊本駅発着の2枚切符、4枚切符も当駅まで有効区間が延長された。ありがとうございます。